湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。本日はですね、慢性腰痛改善のために必要不可欠な4つの重要なアプローチポイントとはということで、その1、股関節という話をさせていただければと思います。前回までの動画でですね、腰痛なんですけども、腰に痛みが出てるんですけど、腰に原因はないっていうお話をさせていただきました。でそこでですね、原因となり得る場所として、一番大事、私が大事だと思っている場所ですね、股関節というお話をさせていただければと思います。前回までの動画で、腰が痛いのは、腰が動きすぎてしまって、動いちゃいけないところまで動いてしまって、こう、ズキンとぶつかってしまうことによって痛みが出る。なんでそんなことが起こるかっていうと、こういった、今日は股関節のお話なんですけども、股関節が硬くなることによって、ひねった動作とか、前にかがんだりとか、後ろに反ったりとかするときに、股関節が動かない代わりに、腰ですね、腰椎、背骨が動きすぎてしまって、本当は動いちゃいけないところまで動いてしまって、痛みが出る。っていうお話をさせていただいたと思います。なんで一番目に股関節をですね、上げさせていただいたかと言いますと、股関節っていうのはもう本当腰に近い場所ですよね。股関節、背骨がこういう感じであってですね、ちょっと下手くそですけども、股関節、この場所ですね。この場所です。骨盤を支えているものになりますね。骨盤があって、骨盤を股関節が、支えているものになります。なので、常に体重ですね。体重が乗る場所になるわけです。体重を常に支えている場所になりますので、常にですね、股関節っていうのは、負荷がかかっているわけですね。疲れやすい場所になります。立ちっぱなしの方も常に体重かかっていますし、あとはですね、硬くなってしまうところですね。座りっぱなしの方もですね、動かさないですよね。股関節動かさないので、曲がった状態、股関節が曲がった状態で、これ膝ですね。膝。ここ股関節ですね。股関節が曲がった状態で固定されてしまうわけですから、股関節が固まってしまうんですね。固まってしまった状態で、じゃあ立ち上がった時、何が起こるかというと、股関節が動かないので、腰が動きすぎてしまっている状態が作られてしまってしまうわけです。なので、腰が痛くなってしまうんですね。そういう方はですね、股関節を柔らかくしてあげればいいわけなんですね。で、股関節をじゃあどうやって柔らかくするかっていうとですね、股関節を固まらせたりとか、動かしたりとかするのは、股関節の周りの筋肉ですよね。なので、筋肉でいうと、お尻の筋肉だったりとか、お尻の筋肉だったりとか、太ももですね。太ももの前だったり、横だったり、後ろだったり、そういう筋肉がですね、カチカチになっている方、そういう方はですね、股関節が必ず硬くなります。股関節が硬くなれば、股関節動かなくなりますから、腰が動きすぎてしまう状態が作られますよね。なので、そういう方っていうのは、股関節の周りの筋肉、お尻だったり太ももの筋肉を柔らかくしてあげれば腰痛の原因って取れますよね。なので股関節が原因の方っていうのはこういったところをですねほぐしていきます。簡単に言うと筋肉をほぐしていって、ほぐした後ですね、この状態を維持できるようにストレッチの方法をですねお伝えします。ストレッチの方法をお伝えして、
硬くしないようにしてほしいんですね。そうすれば腰痛の原因は取れるわけですから、痛みが戻ってこない状態っていうのが作られるわけです。はい、そういった形で股関節っていうのはですね、常に体重がかかってしまう場所なので、筋肉緊張しやすいです。筋肉緊張すれば固まりますよね。あとはデスクワークの方、座った状態が続けば股関節動かないので、そこでまた固まりやすいです。なので腰痛の原因のですね、やはり一番、私の中で一番ですね、はい、よく骨盤矯正とかっていうことも先生で言われますけども、骨盤を支えているのはやはり股関節なんですね。なので骨盤だけではなくて、骨盤と股関節を合わせてですね、はい、筋肉ついているのは骨盤と股関節、大腿骨をつなげている筋肉っていうのがお尻とか太ももですので、こういったところの硬さがある方っていうのはほぼ 100% 腰痛あります。はい、そしてここを柔らかくしないことには腰痛は治りません。はい、腰をなんかこう揉んでですね、腰をぎゅうぎゅう揉んで緊張を取ったとしても、ここが硬いままでしたらすぐに痛み戻ってきてしまいますので、腰痛がなかなか治らない方ですね、ちょっとここチェックしてみてください。あとは股関節硬いっていう自覚がある方はですね、もうそこが原因だと思っていただいて間違いありませんので、こういったところのですね、ストレッチだったりとか、ストレッチができない方はですね、まあ、こういったところをほぐしていただくような治療を受けられると、腰痛の改善にすごく効果的ですので、ぜひお試しください。はい、本日はですね、まあ、腰痛治すために一番重要なアプローチポイントとして股関節っていうお話をさせていただきました。はい、腰痛でお困りの方ですね、はい、メールでの無料相談させていただいていますので、下にリンク貼っておきますので、もしですね、腰痛でお困りでしたらメールで無料相談、していただければといいと、いただければいいと思います。はい、メールいただければ無料でお答えいたします。またですね、このように腰痛改善のためのですね、アイデアだったりヒントをですね、日々配信しておりますので、動画のチャンネル登録していただいて、見逃しなくしていただければいいと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。